所から一攫千金が飛び出しました。おって、ほって、このやめてー。さあ、石陽さん久しぶりです。お、カバー。何ですか。お、髪の毛出したの、髪の毛。髪の毛伸びました。指は？指は折れました。あ、折れてはないです。大丈夫です。繋がります。指は。邪魔ミラ。うるせえこの野郎。怒ってんだよ、いや。何怒ってんですか。カジ野郎。あれでよ。カズレーザーさんとバカリズムさんと。物申したいことあんだよ。え、物申したいことある。何ですか。パンもやるし、炊飯器もやるし、パクられてんじゃないよ、俺も。あ、あの番組でパンもやるし、炊飯器もやるから。唯一マフーバだけやんねんだ、あいつら。マフーバだけやらねえ。マフーバはあんまり面白くないですからね、だって。残念だな。でも、俺は最近はリスペクトしてんだ。やりたかったやつやな。やりたかったやつをやると。去年のやつだけどいいか。去年その番組やってたやつを。え、ちょっと待ってください。石陽さんがそれをパクるってことですか。今日は何をやるんですか。今日はご飯。餃子炊き込みご飯。餃子の炊き込みご飯。ドロドロドロ。何の炊き込みご飯ですか。何の炊き込みご飯。いや、餃子だよ、お前合ってたよ。あ、合ってたんだ。それじゃあ、ダンスをやっていきたいと思います。カットお願いします。なんでやったんすか、じゃあ。ひじき。ボーボー。全然誰も。ボー。全然誰も。モーツァルト。いや、意味がわからない。よし、やっていこう。やっていきましょう。はい、ジョブ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 。お米を入れていきます。2合だよ、2合。これは何人前なんですか、レシピ的に。うるせえな、分かりゃしねえだろ。洗うよ。石陽さんの国でもお米は研ぐんですか。米じゃない、うちとうきびしかない。普通に会話してんじゃねえかよ。だいぶ喋れるようになったんですね。ピアノしてくれてんだ。え、その人から日本語教えてもらってるっていう。ああ、彼女も忙しかったけど最近暇になったから。すごい流暢な感じの声だ。随分うまくやったよ。ナミエちゃん、今度じゃあ紹介してくださいね。ナミエちゃん、ナミエちゃん、もともと歌手なんだよね。歌手？え、日本で歌手だったんですか。そうだよ。向こうで、あ、日本の歌手。そう、ナミエちゃん。安室奈美恵？おい、そうだよ。怒られるよ。でれ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 。国民的歌手だからな。本日大さじ3。大さじ3。大さじ3。だべー、だべー。サムゲタンスープの素、鶏ガラスープ大さじ1。大さじ1。これ1本半。1本半。聞き取れる耳増えたね。聞き取れる耳が増えた。耳が増えてないんですよ。石陽さんがちゃんと喋るようになったってことなんですよ。大丈夫ですか。いや、これはこっちが聞きたいです。あれ、え、誰だっけ、あいつ見て、来た、やれないで。名前なんだっけ。パパです。パパ。パパだよ。誰なんだ。誰だよ。あいつなんだよ。さあ、大さじ1杯分入れました。水2合まで入れる。まず水2合分の分量を入れると。なるほど、先に調味料を足してからお水を入れるってことですね。2合測れましたか。どうだ。さあ、どうだ。ちょっと多いな。え、ちょっと多いな。ダメですよ、だって。うるせえな、おめえは。もうポン酢といろいろ混ざっちゃってるから、こっから水出したらダメですよ。うるせえ、そういうことばっかり言って。いやいや、ダメです。お米の方足した方がいいんじゃないですか。だからそう、捨てちゃったらさ、ピーピーやつでしょ。柿の種入れるんですか。ベソさん、元気してる？してるんじゃないですかね。多分してると思いますけど。食べるの下手にさ、レベスさん動揺するだろ。冷凍ガンダム。冷凍ガンダム。冷凍ガンダム。さあ、冷凍餃子が3パック。12個。5万個入り。15万個入れちゃう。何言ってんだよ、さっきから。12個入れたいけど、5個入りのやつ買ってきたから。全部入れちゃうと。15個入れちゃうと。冷凍餃子だよ、これで。冷凍餃子で。ひだをこれで下にね。ひだを下にして入れる。そこはしっかり教えてくれるんですね。ひだを下にっていう。なんかそこが肝なんですね、じゃあ。味変わってくっかい、どう。まあ、それはそうだろうな。おめでとう。柿ピーを取ろうとしたら怒られてる。そりゃそうだ、絶対怒られるよ、そりゃ。こんな怒られると思わなかったから。いや、絶対怒られるでしょ。お、餃子がたっぷり入りましたね。これにおしまい。スイッチを押していくぞ。いや、いくぞ。はい。ダメー。マウーバー。さあ、スイッチは入れないですか。入れてる。これは普通の炊飯なんですか、それとも、なんか。あるんです。ちびこべ言うな、なんだっていいんだ。普通に炊飯を押しました。僕はたくさんの石油を抱え。テレバー。さあ、炊けたみたいですね。なんか不思議な匂いしてない？不思議な匂い、いい匂いしてますよ。はい。ちょっと開けてみようと思います。さあ、開けてみようと思います。さあ。マフバー。すごい。これでしょ、これでだよ。餃子がなんかいい感じで取れる。いい感じ。いやー。すごいよ。こうしながら混ぜてくれよ。ほぐしちゃうんですか？混ぜご飯だから。はあ。餃子をもう切っていくと。これ、あ、いい匂い。わ、すごい。わ。うわー、すごい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 。ああ、曇った曇った。カメラ真っ曇りです。俺がいないとカバは何してたんだ。関尾さんの悪口をずっとノートに書いてました。見せてよ見せてよ。美味しそうだよ。なんかいいですね、炊き込みご飯。本当に炊き込みご飯ですね。ちゃんと美味しそうだよ。すっごい美味しそうだよ。これでこれでおペナルティーだよ。悪口の匂いをさしたんですね。さあ、ごま油。銀だら一切れ。銀だら刻みネギを添えます。バナナでーす。バナナでーす。いや、すごいね。いただきます。美味しいのかね。匂いがいいと。さあ、口から伸ばしていた。ああ、いつものリアクション。うまい、うまい、うまい。なんだこれ。皮がうまい。ワンちゃんみたい。誰にこの美味しさを伝えたいですか。あ、歯か。え？熱すぎてもう何言ってるかわかんない。大成功。超おすすめ。皮も食べてよ。どんぐらい食べれるの、君は。あ、まあ、普通に、じゃあ、お昼まだなんで。本当はストップかけてね。はい。いや、まあこれぐらいで大丈夫ですよ。お前お昼少ないじゃん。ありがとうございます。君これ嫌いか。ネギそんな好きじゃないですね。いただきます。美味しそう。うん、近いな。うん。うん、お、うまい。なんだろうか。これうまいですね。あ、なんか普通の餃子食べるよりこっちの方が好きかもしれない。本当だ、餃子の皮のもちもちしたところがいいあれになってますね。妹さんに一言、はい、ミッキーマウス風でお願いします。ウィッキーごちそうさまでした。あ、あいつにも食べさせよう。あ、そうですね。ブーあー、この段取りまだあるんだよな。パパー、音がしてる、音がしてる。くる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 。パパでー。パパが来てくれました。召し上がれ。さあ、召し上がれ。柿の種、全然気づかなかった、そういえば。チラチラになるみたいね。ああ、そうなんだ。うん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 。ちょっと、なんなの？うまい！うまいんだー！だん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 、的外れ！猫ね、猫がネズミを捕まえて食べた。そしたら、ゴキブリになった時やって。にゃ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 ー！満足満足！満足！ああ、かわいそう。みんな、なんですか、久しぶりの新規はどうだったかな。いや、久しぶりでしたね。ありがとうございました。これ、すごいでも満足いくものができましたね。それではまたね。またね。あ、帰るんですか。寒いっすもんね。そう、待ってね。上着着てくださいね。気をつけて帰って。ほってほって一攫千金だ。閉まりましたね。では帰っていいよ。どうやって帰るんでしょうか。見てみましょう。さあ、石油王の決定的瞬間。あああああ、いたいた。どっち？あ、外こっち。外こっち。ああ、ランニングシャツで。ああ、待ってくれよ。ああ、そして光の中に消えていきました。ああ、閉めた。寒い、絶対寒い。石油王の簡単クッキング。劇団スカッシュ。僕の名前は石油王。日本語全然話せません。卑猥に聞こえるのは気のせいさ。さあ、今日もいろいろやってみよう。でも本当は言うや。じゃん。